昨日は9時過ぎやったかな。ちょっと早すぎたね。そしたら10時から見学会は10時からということでしたんでね、ちょっと開けてもらえなかったけど、今日開けてくれてるかな。やっぱり10時から3時なんや。案内いたします。ここ信号規定駐車場あり、駐車場がね10台20台も止まらんぐらいの駐車場だからね。お、またやってるお兄さんたち。ここはここは大変、楽屋公園、鉄公園、はい、これもらえますんか。はい、この中明かりついてんの。はい、今からつけます。あ、ありがとう、はい、昨日も来たんやつ朝から。あ、そうなんです。こんな言うてあった。はい、ガイドの方大変でございます。はいはい、じゃあ今から連れてってもらいますよ。はい、お願いします。ありがとうございます。ね、はい、この興奮はだいたい6世紀末頃、はい、だからお父さんがビラス天皇さんで、はい、子供さんが除名天皇さんの、はい、まあ、除名天皇さんのお父さん、はい、だビラス天皇さんのお子さんで、はい、で、除名天皇さんのお父さん、はい、になる方やと言われてます。はい、入ってもうたら分かりますけども、石がだんだん上へ行くほど政治上がりね、はい、もう、まあ、持ち上がり式持ち上がりね、はい、まあ、そういうで、もちろん野面積みです。はい、持ってきた石をそのまま、はい、合わせて積んだ。分かったんですね、高さが。私ら子供の時でも、はい、こう立っては入れない。手がこう、こう手入りました。ほな、この手前の土を取り張ったんやね。おそらく今中も流れ込んでました。あ、中も取ってくれたんですね。その中の下の方にこういう、まあ、ガラス玉とか出てきますけども、はいはい、それはここに置いてあるんですか。いや、ここには置いてません。高知県の文化財センターであるんです。ああ、ありますあります。役場のところに、はい、あ、こう行ったらこんなんも置いてないけど、この、ね、はい、ビダースさんの後が陽明天皇です。ビダースさん、ビダースさんと陽明さんは兄弟ですね。兄弟ですね、はい。で、陽明天皇、そして陽明さんから誰になったんですかね。スシュンやった。スシュンさんやね。で、水子、水子さん、はい、で、その後、多分陽明やったかな。陽明さん、あ、はい、だから、はあ、そういうことはここやから、陽明さん、あ、そういうことね。あ、だから、美達さんの子供さんで、はい、陽明さんのお父さんですよ。今みたいにちゃんとなってないんだ、ここのところ。まあ、わからないですね。ねえ、こんなんかぐちゃぐちゃになってますね。まあ、これも、どういう状態で、はあ、なったかいうのが、私らもわからないですけども、ね、まあ、昨日多かったんですか。だから、攻めてくるやろいうことで、だいぶビビってたみたいやね。うん、はいはい。ちょっと開けていただくそうなんでね、ちょっと見ましょう。ちょっと今日は曇り。もち雨かもしれんね。はい、爆薬本でございます。まあ、いろいろね、説明受けたからね。円墳で約50メートルだそうです。はい、ありがとうございます。開けていただきます。はい、失礼します。だったんで、大手入って、で向こうももっと土溜まってました。はいはい、あ、これぐらいまでやっぱり土がで、どう、まあ、斜めに、ほんだ、こう入ってあったの中に、子供の頃ね。おお、ちょっと足元悪いんで、子供の頃もじゃあそれぐらいちゃんと分かってらっしゃったんやね。あるいうのは知ってましたけども、はいはい、はい、ありがとうございます。ほんまやな、階段になってます。なんかいろんな階段にきちっとしたことできんらしいですわ。あ、そうなんですか。照明もつけよう言うて言うてんけど、どこでも照明つけてるとこもあるけどね。いやー、これは素晴らしいね。素晴らしい。天井石は1枚、2枚、3枚やな。そうです、3枚とかね。あ、高さが今 4.5 メーターとお聞きしたんですけどね、はい、そうすると飛鳥のね、あそこの一部隊古墳があるじゃないですか。あれよりちょっと小ぶりです。あれよりちょっと低いんですか。ちょっと小ぶりです。小ぶり、高さはあれをきっちり覚えてませんけど、はい、ちょっと小ぶりです。ちょっとだけ小ぶり。しかし石の大きさすごいですね。これすごいでしょ。はあ、これ詰めてますやろ、これ石、はい、これが成形してないから詰めてるってことですね。そう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 。はあ、なるほど。でこれ氷石で積んだらええ言うて、はい、
こないしてうまいこと積んでるわけだな、ね、うまいとこやってますよね。その当時やったら何にもないのに機械が蒸気がね、このこれね、石棺の石はね、兵庫県の辰山いうとこから持ってきた石みたいです。辰山石やいうことで、石屋さんが、はいはい、出したみたいです。ああ、なるほど。これ昨日見た時に2基に見えたの、真ん中にこれがあったから2基見えたんやね。そうです、真ん中に。これは何でございますか。これは今古文係で、はい、まあ、で被葬者名前書いてない。まあ、今までそんなんなかったんけども、はい、されてますわ、古文係で。ということはこれは、ああそういうことは組み立て式やな。いや、組み立てじゃないし、掘り抜きですわ。掘り抜き、うん、中こう中だけをくり抜いて組み立てやったら、こういうと上に突起がないはずですわ、はい、この下底と一緒にこれついとるでしょ。ほな全部これは破壊されましたか。入れるとこだけ掘り抜いたんちゃいます。ああ、そういうことですか、うん、ほんで後でブロックを引いてあるな、上高田さん。いやいや、これもそれもなかったんで、ぐしゃっとなっとったんです、はあ、ブロックで気づけてばいいや。刀剣がここ、この辺にあったみたいです。ここにですか、この上にですか。いやいや、その足元、この足元に刀剣が、はい、いや素晴らしいな、これは。これは素晴らしい、まあね、これね、石舞台もですけども、この石すごいでしょ、これ。これなんかでもすごいですね。これ奥行きがわからない、どこまであるか、はい、追ってないから、ね、この天井石でもそうです。これだいぶ奥まで入り込んでると思うんですよね。これ全く成形がされてないんですか。成形はそれはしてないです。おお、うまいとこ平らな石見つけてきましたね。そうか、まあ割ったんか。すごいね、これは、うん、僕入ったけど、うん、あれ入り口ずっともう写真で書いてあるんだけど、うん、写真かな、石が細かいですよ、ものすごい。そうでしょ、はいはい、こんだけの石、二条段の麓から持ってきたいんですよ。これ二条段ほどの石ですよ、これは。そうそう、そうらしいですよ。私も石は分からない。これは素晴らしい、最高のお見せてもらった。これね、はい、積むのどうして積んだと思います、こんなごっついの。それはやっぱり3本のイメージ的には、3本の柱で滑車を入れて積んだ。いや、それは70トンの石今クレーンでも100トンクレーンで使用も70トンですか。これ70トンって誰か言うてました。私は出したわけじゃないけど。70トン、ちょっと待ってよ、70トンにしてはちょっと奥行きがわからない。わからんね。70トンもありますか。いや、そういう話ですわ。私もそのはっきりは、その言うてた人はそれ70トンぐらい、これ高さもありますからね、これ。奥行きもあるし、はい、だから今のレッカー車でもなかなかできないと。70トン言うとすごいけど、70トンどうして上げたんだろうな、ほんなら。いや、それ 1.5 メーターやから、1メーター以上高いからね、 1.4 メーターぐらい。まあそういう時期になってきたらね、あの後ですか、時期がね、うん、もうやっぱりこうやって見せてもらうと、自然石碑の分かりますね、うん、ほら、すごいこと。粘土石、小石して、はい、粘土みたい、詰めたったみたいですね。粘土詰めて、うん、あー、なるほど。石を置いてですよ、はい、それも、まあ、分かる、あんな奥でもあんなして詰めてるんですね。はー、綺麗、ね、に小石詰め入れてくれてるな、そこに、うん、ここにも入っとったと思うよ、俺、それ取ると思う。あー、なるほど、ここにもね、大きいやつが、うん、あ、これ割れたのがあるけど、これちゃいまんのか、これこれ落ちてきたかもしれんな。これはここかわからんな、この辺から、うん、触ったらあかんねんな、これあの辺いい勉強になりました、ありがとうございました。いやいやいや、すごい話いただいて、どっからおいでるのか。大阪から。大阪から、はい、昨日も来たんですよ。 ありがとうございます。本当にすごいね、ま、説明が。そういう興味のある方あったら言うたってください。はいはい、ここは有名ですよ、古墳好きには。そうですね、はい、ものすごいね、東京とかあっち千葉とか、はい、あ、そんなとこ来られますか。みんな来られますわ。だからもう昨日なんかだいぶ来られました、東京から。昨日もやっとんですけど、はい、普段ずっとは来られませんわ。ああ、ボランティア
全然わしが知らんことあるからね。もう聞いてたけどね、全く知らんことはない。まあほぼ言われてることは石室の中以外は大概ね、大概分かってるんやけどね。ああ、ありがとうございました。爆薬本でございました。さあ急ごう、店開けよう。ありがとうございました。ではね、これ文治鳥山古墳のね、石棺のどっかそこいちゃったかな、これ電柱の椅子になってますね。ありがとうございます。これだけでもね、価値あるんやけどね。電柱の椅子になってます。ありがとうございました。